12年前にコーチングに出会いました。その時一番苦しい時期でね、サラリーマンとして頑張ってたけど部下ができたら全然うまくコミュニケーションが取れなくって、みんながチームのメンバー全員が私のことを監修と呼んでました。陰口でうちのチームは監獄と呼ばれてました。それぐらい私は先生君主でどうしたらいいか分かんなかったから指示命令型のマネージャーでした。でこれまで頑張ってきたのに、ああもうやっぱり自分はマネジメントできないんだ、終わりなんだと思った時に会ったのがコーチングで、私はコーチングを使って部下を変えようと思ったけど、平本さんは、平本さんって知らない人いたら、去年まで一緒にプログラムやってた平本明夫さんっていう人ね、私の最初のコーチでコーチングの師匠です。でその人がコーチングを習う前にコーチングを受けなさいって言ってくれたんですね。あなたはコーチングのことを知らなすぎるって言われたんです。コーチングっていうのは目標に向かって質問を使いながら新しい行動を作っていくって、そういうものじゃないんですよ。そういうコーチングもあるかもしれないけど、コーチングはあなたが本当にやりたいことに気がついて、あ、こんな人生に可能性があったんだ、これを本当にやりたいということに気がついて、そしてあ、こんなうまいやり方あったんだということに気がついて、でコーチと一緒にチャレンジしてたら、なんだすげえ人生変わるなって、コーチングなんですよって。知ってました？知りませんでした。コーチング受けてください、たくさん受けてください、いろんなコーチングがあるけどたくさん受けてみてって、そしたらあ、本当に人間って変わるんだって、自分の実体験で分かるからって、その時に相手も絶対に変わるんだって信じられるようになる。そしたらあなたはコーチになりますからと。コーチングを学んでもダメですと。コーチングを受けてコーチになってください、そしたらあなたのやることがコーチングになりますからって言われた。分かったような、分からないような、怪しげな論法だなと思いましたけど、まあ受けてみたの。そしたらラッキーなことに自分が本当にやりたいことに気がついて、そこから人生が変わり始めたんです。